どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。G7 入りとか言って喜んでる連中。そしてその飼い主は、飼い主の方は政府とかいうわけでなく、一般の人たちのコメントだけどな。そうね。でもまあ、飼い主連中は心底バカにしてる感じがしたわね。そうだな。普通そう思うよな。やっぱ飼い主の方は人間様だけあって言ってることも理解可能よね。うむ。今回はまあ安心して見れるのん機会だな。でもキメイマンと心マンが急展開しそうだけどね。どうすんのあれ。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄からリンクで飛ぶだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。話は変わるけどさ、ふむふむ、2020年1月頃から騒がれ出した流行り病の関連で、2020年6月2日の23時から東京アラートとかいうのが発動されたみたいだな。みたいね。都庁とレインボーブリッジが赤色にライトアップされてるんでしょ。そうそう。ものすごくまがまがしくないか。ほんとよねー。都知事の心の中を具現化したような感じかしら。赤色好きそうだしな。都心の高層ビルのレストランかなんかから、2階幹事長と一緒に眺めながらシャンパンとか飲んでそう。あの人は完全に赤色だもんな。でもって都知事と蜜月だって言われてるもんな。マジで最低よね。この赤色で都民に何の得があるのかしら。気分悪いだけだわ。気が緩まないように。ってことだとは思うけどな。油断も何も。5月25日に非常事態宣言が解除されたんでしょ。流行り病の潜伏期間は2週間とか言うじゃない。おかしくない?緊急事態宣言下で感染したんじゃないか。ってことだよな。そうそう。あたかも緊急事態宣言が解除されたから気が緩んだせいだ。見たく言ってる人と書いてね。感染してすぐに発症する人もいるだろうけどな。でも一概に緊急事態宣言の解除で気が緩んだ。ってくくりにするのはちょっとな。心理的な圧迫だけして、なんか論理だってないのよね。夜の店だけを悪者にしてるのもな。それでいて都内の病院で集団感染とか発生してな。都内の病院や隔離用の施設なんかの空き状況はどうなのかしらね。感染者数だけでなく、その辺との兼ね合いも重要だと思うんだけど。そもそも医療崩壊を起こさないようにするのが一番の目的だと理解してたんだけど、違うのかしら?病院の状況はよく知らないな。隔離用のホテルはガラガラだって聞いたことあるけど、そういった情報はちゃんと発表されてんのかな。いろいろ腑に落ちないわよね。後出しで文句を言うのは性分ではないんだけど、でもまあダメよね。次の都知事はちゃんとした人になってほしいな。続きはニコニコ動画でね。